前回のドズクラ、メサのテラコッタの山が邪魔なドズボン、二人で山を削り切ることに。きれいに整地し、ドズボンの地上絵を作成しました。どうも、ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもです。どうもです。ということで本日はこちら、ドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。お願いしまーす。ということで、はい、ボスさん、今日もマイクラやっていきたいと思うんですけれども、うん、前回までね、メサ編ということで行きましたね。遠出していろいろ楽しんでいたわけ。楽しかったですね、メサ。いや、山一つ消しちゃった。消しちゃいましたよ、山一つ絵描いてありました。絵描いてありましたから、あのメサでね、ゲットしたあの、なんだったっけ、テラコッタ、テラコッタ、テラコッタがもうほんとシルカボックスもいっぱい、あって、今ね、こちらの下の地下の、ボックスにどんどん送っておりますので、はい、はい、あ、ちょっと待って、仕分けこれ溢れちゃうかも、もしかしたら。そんなもしかすると、もしかするよ、これやばいかも。ここのチェスト、あ、大丈夫か。でここのチェストがパンパンになると、はいはい、逆に仕分け機ぶっ壊れちゃうから、これちょっとほどほどにしとこそう。シェアケーキってあれなんですよ、途中溢れ返ると、うん、最後のあそこのチェストが溢れ返っちゃうと、これ全部壊れちゃうんで、全部詰まってるね。そうそう、詰まっちゃうとね、また面倒っちいんですよ。ちょっと気をつけておきます。入れすぎ注意ということで、はい、今日はですね、あのちょっと僕最近、うん、悩みがあるんですよ。悩み？もう本当にこれは何とかしたいって悩みがあるんですけど、マイクラってね、マジこれ解決したら次また新しい悩みがどんどん出てくる、どんどん出てくる、どんどん出てくる。いつなったら平和になるのかいやいや、本当に、それただの人間の欲望、とど、はい、まることを知らない欲望。再現ないでしょ、それは。本当にそうだね。今ね、ちょっと僕悩みが、最大の悩みなんですか、最大の悩みが、ちょついてきてください、はい、ついてきてください。どここのさん、こっちでございます。こっちこっち。あ、今度そっち？今度、前回はあっち行ったでしょ。メサトンネルを見ててね、はいはい、メサまで行ったんですけど、今回の悩みはこっちなのよ。今度こっち。こっち何か覚えてます？こっち、エンド。そう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 、ね、エンドの世界なんですけど、エンドでね、やっぱ人間ゴルフしたいなって思って。嘘でしょ？急に。急に。すごいスピードでボンサー飛んでる。近かった、意外とそう、ここ意外と近いんですよ。でここでピョンとジャンプして、こっちでございます、こっちでございます。そこ飛んでくのすごいな。え、ここまだ飛んでないですか。発射介護ロードで、介護ロード、発射介護ロードで安全に。よいしょ、ポンさん急いで。ごめんなさい、ごめんなさい、ポンさん待っておくれ、待っておくれよ、とするよ遅いよ、ボンさん。これ飛んだら危ないから。危なくない。飛んだら危ない。まあまあ、でもいいや、そこはもう任せよう。ボンさんのためにこの道作りましたもんね。そう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 。はい、ここでございます。このエンダーマントラップ。ほら、もう十分でしょ、すごいもん。このね、エンダーマントラップ、すごい効率が良くて。はい、いやー、これが最高ですわ。これもう本当に最高なのよ。もうひたすらに、これは見て見て見て、経験値が。いや、経験値がもううおーっと入ってくるわけで、こんな感じでこっそりおこぼれもらっておこぼれおこぼれで、これで、はい、あの修繕を使ってですね、うん、グレートピッケルとか他のピッケルもですね、ちょっとね、せっかくだから実演していこう。耐久値ギリギリのやつとかを片手に持って、こいしょと、こうすることで治るわけですよね。どん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 ピッケルが治るわけですよ。そうそうそう、僕結構なんか1日の終わりにここに来てこう修繕をするっていう、はいはい、最後の締めの締め締め締め、ね、日課なわけですよ、はい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 、なんですけど最近ちょっと困ったことがあって。なんか困ったことあります？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、うん、こうやって修繕してる時はいいじゃないですか。もちろんもちろん。だんだんね、実はトラブルが発生するんですよ、うん、もうエンダーマンの落ちてくるスピード尋常じゃないから。すごいな前動画で紹介した時より僕脇層ちょっと広げたんですよ。あ、そうなんですね。だからよりたくさん落ちてくるようになって。ほんとだ、突き上げの跡があるでしょ、上した跡がある。ほらほら、上めっちゃ広げたんで落ちてくるスピードがもうすごい数落ちてくるんですけど。すごいなこれ。それに伴って、うん、このね、エンダーパール溢れる事件、うん、はいはいはい、エンダーパールが今ね、このパンパンあるじゃないですか、はい、下にもこうエンダーパールを吐き出してくれる。だからこのゴミ箱というか、そう、ゴミ箱くん、ゴミ箱くんがずっと吐き出してくれてるんですけど、はいはいはい、これね、ゴミ箱が追いつかなくて。え、今だからエンダーマンね、エンダーマンが落とす、はい、この落とす量と
こう吐き捨てる量が全然追いついてなくてそうなんだ、まあ、手持ちもパンパンになっちゃうんですよ。なるほどね。だ、はい、どんどんエンダーパールで埋まっちゃ う, うエンダーパール埋まっちゃうし、なんならこれずっと続けてるとここの中にエンダーパールが溜まりすぎて、うん、はいはい、重くなる。エンダーパールでエンダーパール重になる。マジで本当なんですよこれ。いやだからもう超大変なことになってるんで、なるほどなるほど。今回はこのエンダーパールを捨てる機構、これをね、はい、ちょっと充実させていきたいなと。具体的には、具体的にはこのゴミ箱あるじゃないですか、はいはい、30連、え30連ゴミ箱、 30? いやわかんない、数は適当に言ったけど、あ、これをたくさん増やしたいの、これをたくさん増やすちょっと仕組みを作れればなと思ってます。はいはいはい。ただ気をつけないといけないのが、死ぬよ、これ下奈落ですから。いや本当そうよ、気をつけて本当に。どうすんの、どうすんの。とりあえず僕まだどうするか決めてないんですけど、一旦、お、レベル50になった。すげえ、レベル50になる。50すごいな。ちょっと僕やってみたいことあるんで、やってみていいですか。あ、お願いします。怖いな、怖い、いや怖いよ。これエリトラつけていった方がいいと思う。どっちがいいと思う。エリトラつけていったら落ちるやつになってもなってもっつってなるかもしれない。でもつけないでいったら、はい、じゃあいやいやつけなくていいでしょ。装備外していけばいいじゃん。本当にだって落ちても戻ってくれるだけでしょ。まあまあそれはそうだけど、極端極端なこと言えば、まあ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 落ち、まあそうするか。じゃあ保険を取るか。いやいや、じゃあつけていく。え、知らんぞ知らんぞ、わしゃわしゃ知らんぞ。え、ボンさんも一緒に行くんですよもちろん。え？これ作りに？はい。え、ボンさん何もしないつもりなんですか？エリトラ外していこう。それはさすがに。とりあえずドロッパー無限に作りますね。オッケーです。僕丸石たくさん持ってきたんで。作りすぎじゃない？ドロッパー45個作る。いる？45連。いる？45。いや、わからん。これあのちょっと僕のあのイメージ通りにいけば、はいはい、45連でもいけるはずなんですよ。あ、本当に？ちょっとじゃあやってみますね。じゃあボンさん穴開けるから気をつけて。ちょ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 。怖いよ怖いよ、やめてよやめてよ、邪魔しないでよ、邪魔しない邪魔しない、押さないでよ、邪魔しない、ええ押さないでは、どっち、いやマジで押さないで、どっち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 、行くよ行くよ行くよ。あ、これダメだ、やばい、ドロッパー積んだ、ドロッパー積んだ。下にやっぱ作業台みたいなの必要だな。どうやってこれ下に、ちょっと待って、増やしてる、下にちょっと待ってよ、なめ石を置いて、怖えよ、これ下行けるかな。高いところの作業っていうレベルじゃないからね。え、地獄の上で作業してるからね。今そうね、そこのとりあえず下に行こう。ほっ、おー、行った行った、もちろんすげえ、ほっ、行ってる、ひたすら怖っ、いやー見てる方怖い、ひたすらこうやって吐き出してくれてるでしょ。出してます出してます、これをよいしょ、怖え怖えよ、いいですね、いいねいいねいいね。今俺が行くと危ないからね。え、来ないですか。行き、後で行くけど、後で来る、行くけど、もちろん行くけど、今行くと2人でさ、なんか押し合いみたいな。確かに押し合いへし合いみたいな、それはそうかも。で、僕が思うに、うん、ここにですね、こんな感じで丸石をつけてあげて、ここの上にレッドストーンを振りまいて、ほら、そしたらこう信号が来るから、あ、隣につければ来るでしょ。あ、この周りに、そっか、そう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 、別に向き関係ないから、向き関係ないから、それを増やしていけばいいだけだ、増やしていけばいいんじゃないかなと思ってるわけです。いや、あるある、まずはじゃあ2個ぐらいで行ってみて、でこれでと正常に作動したら、でこれでホッパーを、うん、ホッパー持ってきた、ホッパーを、あ、ホッパーを、うん、こうしないといけないのか、危険だ、よいしょ、おかえり、ふぅ、怖い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 、この作業怖いっすね。ホッパーがあるかどうか、ホッパーもその数分いるってことですもんね、はい、ホッパーもこの数分いるよ。わあ、ホッパー持ってくるの忘れた、ボスさん持ってます、ね、スーレレア、あるインゴットが割とある、あ、割とある、さすが、赤いところに、あ、確かにインゴット確かに結構ある、結構ある、これを使って、チェストは、チェストある、チェストある、オッケー、あー、鉄を持っとくに越したことねえな、ないっすね。結局そうなんだって、え、結局鉄はあるだけいいでしょ、鉄あるだけもう困ったね、腐ることないもんね、まあ本当に腐らないしね。鉄はね、鉄はとりあえず10連を目指すか、オッケーオッケー、
10あれば10あれば10倍だからね。10倍よ。え、でも分かんない今後。いやいや、まず、はい、10にしとこうって。10もいるかどうか分かんない正直。え、正直そうか。で3ぐらいでいける可能性あるから、ね、コパ24個作って、うん、はい、これで不足なしと。こっからどうすればいいかというと、はいはいはい、とりあえずこうよね。そうね、そこにほ、うん、こうすればいいか。これでいける。ああ、いってる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 。ああ、オッケー。ダブルダブル。そのチェストの下のホッパーを、はい、ホッパー平原にすればいいんだね。ホッパー平原にすれば、そ, ればその下はいけるか。そう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 。そうね、そうね。同じことを横に、同じことをやればいいから。あ、でも確かに。あ、でもここをダメだ。ちょっとよ、スイッチ制御が効かなくなりました。まあ別にいいか。まあまあ、そんなにいらないっちゃいらない。いらないっす。いらないっすよね。いらない。大丈夫っちゃ大丈夫。じゃあこの装置はなしで、はい、スイッチはもうとにかく捨てる装置。言い方よ、言い方。とにかく捨てる装置。でこのホッパーを、ちょっとよ、ホッパーを壊したらホッパーに吸収されちゃいそうだけど、このホッパーを要はこうしたいんですよね、うん、こうやって。そう、横に、横向きに。でしょでしょ。ボスさん、ちょっとエンダーマンやらないようにお願いします。いつか、いつかこいつらが空になったら止まるはずなんで、はいはいはい、それまでにちょっと下のあれを作っときます。座組を。怖えな。足場を広げといて。しかもなんかレンガで作るところおしゃれやな。石レンガでちゃんと。石レンガ作っていきますよ。ここ後では壊した方がいいかも。そう、エンダーマンの、うん、エンダーマンがここに来ちゃうから。五連でございます。これ仮に裏にしても、え、裏側は反応、あ、裏側ありだ。同時反応するの、これ。するはずするはず。10連いけるわ。ボスは天才だな。お任せてよ。冴えてる。なるべく下に折れないようにしてるから。頭使って、頭使って。それは面白いな。多分これで、あ、止まった、止まった、晴れた。すごい。じゃあこれでオッケー。一旦この状態でホッパーをここに全部10連でつなぎきれれば、理論上全部つなぎきれば、つなぎきれば理論上いくよね。横にね、横にね。じゃあちょっといくよ。これを一回壊して、ナイスキャッチ。これで上をあとは通せばいいんでしょ、うん。これで、これをこのホッパーをつなげれば、ホッパーをつないでこういうことですよね。ホッパーもっといい効率があるかもしれないけど。これじゃないね。これじゃない、もっといい効率あるかもしれない。すげえ簡単なやつだね。これでつながった。ここもさらにこうつなぐと、これで多分中のやつがホッパーに入ってブワーッと一周するはずなんで、そうなるといけると。多分10連でバシバシ、10連バシバシ、10連バシバシいくはず。ここもう全部とあれしちゃいます。ガラス張りにしてえな。とりあえずじゃあちょっと10連が動くかやってみます、ね、やってみます。あ、溜めなきゃいけないのか。そう、ほら、うーわ、これで、うーわ、あ、いってるいってる。2個は行ってる。2個は行ってるけど、あ、そうだ、レッドストーンあれしてない。あ、いや、したな。え、そしてエンダーマン落ちてこなくなったんだけど、うん、あ、僕こっち来たから。あ、びっくりした。やめてよ、ボンさん。ちょっと壊れたかと思ったじゃん。ごめんごめんごめん。やめてよ、ほんとに。おそらくね、理論上これでいけるはずなんで、うん、ちょっとボンさん切ってもらっていいですか。僕下でレッドストーンがちゃんと作動してるかだけ見ますよ、はいはい、ちょっと待ってね、うん。ここの一番奥のやつに入ってるエンダーパールが吐き出されればもう成功だよね、これはね。ホッパーが溜まりすぎてきましたの手で切ってください。はい、お願いします。あ、行きます。あー、行ってる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 。 OKOK、 完璧だ完璧。これ10連まで行きますね。これ行く流れ、これ行く行く。多分今はこっちまでしかホッパーが溜まってないんですけど、はいはい、下のホッパーが溜まりまくったら、あれ、あっち繋がってんのっけ。いきますね、これ。オッケー、10連完成でございます。10連きましたか。10連完成でございます。これで、すごいな。これで多分溜まることはなくなった、おそらく。さすがに10連でしょ、だって10連だったら。ちょっとじゃあ最後、ここにエンダーマンが溜まらないように、こう来るかの、エンダーマンがここに溜むろったら怖いもんね。いや、怖すぎよ。一応ここ壊しときます。
足場。足場壊さなくていいかな。そこもうそこは勘弁じゃない。そこに湧いたエンダーマンは。本当？いや。ご容赦ご容赦ご容赦。ご容赦願わん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 か。さすがドズリア。一切の甘えがねえ。よいしょ。うわ。うわどんどん奈落へエンダーパールが。行ってる？行ってる行ってる。他のとこに行ってない気もするんだけどな。でもエンダーパールはこれでちゃんと捨てられる仕組みになってますね。今んとこ何が起きてるかっていうと、はいはいはい、ここにたまらないからここにパンパンまでたまると、うん、今度横に行くと思うんですよね。はいはいはい、なるほどね。そう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 、そういうことね、そういうことね。もうあんま多すぎてここが今そんなにいっぱいじゃないから。あ、3ついった3ついった。あーなるほど、たまればたまるほどどんどんいくから、たまればたまるほど10連までいくから理論上もうこのゴミ箱最強ですわ。でも、はい、3個の時点でこんなにやってさ10とかいかないよ。いやいやいや、やっぱ10はいかないよ。スーパーコンピューターもマックス使うことの方が少ないんです。そりゃそうだけど、そう10やりすぎたわ。いやいやいや、もうこれもう最強のマシンですから。最強のマシン作りました。行くことないでしょこれ。いや、まあ、正直、はいはい、2でよかった。2倍でもだいぶ正直2でよかった感はあるでしょ。いやただやっぱ安心感違いますから。まあね、まあ、これはたまらないわ。いや美味しい美味しい美味しい、これはたまらない。結構ね、今までほらここにいっぱいになってたんで、こう手持ちにエンダーパールが来るのが本当に嫌だったんですよ。まあ、分かりますよ言いたいことは。そうそうそう、それがもうここに捨てれるようになったからいやだいぶ便利になったよ。あとボンさん、ちょっとガラスがあったら、ガラス OK、ちょっとガラス、砂がある。砂が向こうにあったんですよ。あ、向こうにある。多少かまど作れます。なるほど、かまどちょっと作れないな。かまどって丸石だけでいける。丸石だけでいけるけど、丸石を持ってないさ。丸石もなんかあった。え、なんかあった。なんかあった。そう、あっち、あっちの壁が丸石だった。あー、なるほどね。待機場の、あ、これを要はシルクタッチじゃないやつで掘ればいいのか。そう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 。他の素材、あ、じゃあ僕ちょっとあれ取ってきます。波石だったら無限にあったんで、なんなら波石の方がかっこいいって。確かに。でも手抜きで丸石で作っとくもんですな。はい、こういう時にね。そう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 。かまど欲しいっていう時に。なった時に。かまど欲しいってならんけどな普通。あんまならない。燃料あります？燃料はねいくらでもありますよ。燃料じゃあ。かまどに。はい。燃料さえぶち込めば。ぶち込めば。最後ガラスが完成する。ガラスが完成します。9枚。よいしょ。ボンさん、せっかく今日動画でここ来たから、はい、脇層広げいきます。上サリーちゃん見に行きたいでしょ、久しぶりに。ちょっと見に行きたい。でも飛ぶんでしょ。飛ぶよ飛ぶよ。危ねー。いや大丈夫だって、もう危ないかな。俺だよ。正直俺だよ。俺だよ。別にあれですよ、わざと死んだりしなくていいですからね。いや死なないよ、いつもそんなことはしないですけど。行っちゃいますか。行っちゃいます。よし、 OK。 ちゃんと10連かまどもガラスによって見えるようになりました。しっかり見える化してますから。ああ、やっぱり今見える化が大事なんで。見える化は大事。確かに、はい、こんな感じでたくさん、入ると3つ目まで起動するよと。なるほどなるほど、いいですね。いや今までここがもうほんとパンパンになってどうすることもできないみたいな、なってましたな。自分で奈落の外を捨てるみたいな、そう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 、ほんとめんどくさいことやってたんで、いや今回も大満足ですよ。じゃあ最後、ちょ透明化ポーションあったら行きますか。上、あ、いいですね。なかったらちょっとさすがに無理か、怖すぎる。でも別に目合わせなきゃいいっすもんね。あ、ボンさん、あ、透明化ポーションないか。1個だけあります。え、1個1個だけある。1個ってどう。透明化ポーション1個だけあります。1個はどうせね、1個はジャンガチがやっぱ、透明化ポーション飲めて、ジャン負けはやっぱなしでこう置くっていう。頑張る頑張る頑張るしかないです。じゃあまあもういらないかな。え、ボンさんなし。うん、嘘でしょ。いける気がするわ。エリトラ持っていくんですよ。ずっと下見てないでしょ。ずっと下向いてる。要はそうそうそう、それはまあそりゃそうよ。いける。もう僕はそこじゃない、はい、飛ぶことがまずね。そこだから俺の。エンダーマンに見つかることよりも、そうそうそう、飛ぶことなんだ。飛ぶことなのよ。今日のノルマは1人、はい、4スタック分のあれにしましょうか。ハーフ
ハーフ。ハーフでやってます、ね。4のハーフ。うん、4のハーフでいこう。透明化飲んでいきますわ。じゃあ、いただきます。すいません。どうぞどうぞどうぞ。どうせもないよな、俺な。オッケー。僕は透明になって、置くだけよね。置くだけ、置くだけ。あ、消えてる。消えてます。どっか飛べる？あ、そっか。ね、ここの上がおすすめですよ。ここの 本のエンチャント台のところが。パニックるな、パニックるな。パニックったら終わりよ。奈落だけは避けよ。奈落以外だったらカバーできるんで。はい、はい。行きますか、行きますか。はい。レッツゴー。で、まず上に行きます。ほっ。ほっ。行って。え、大丈夫、大丈夫？どこ、俺、どこ向いてんの、俺。え、わかんない、わかんない、わかんない。わかんない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 。なんでなんでなんで。どっか行った、どっか行った、どっか行った。何も見えない、何も見えない。花火して、花火して、花火してる、花火して、上向いて、上向いて、すげえ上行ってる、すげえ上向いてる、すげえ上向いてる、すげえ上向いてるはず今。俺真上ずっと一緒飛んでる、全くわかんない、一緒飛んでる、一緒飛んでる、え、何にも映ってない、ずっと真っ暗、ずっと真っ暗、ずっと真っ暗、ちゃんと飛んでて、ちゃんと飛んでて、ちゃんと飛んで、ちゃんと飛んで、座標出せば、座標、座標、座標、どこどこどこ、僕ね、93、700。700、高さ700、268。ああ、うっすら見えた、うっすら見えた、よかった、うっす、うーわ、危な、ボンさん、ボンさんいる、ボンさんいる、います、います、います、ゆっくり、どこだどこだ、うーわ、びっくりした、すげえな、いきなり、いきなりやってきますね、ボンさん、あ、来た、ちょ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 、そんなこと、何、見せ場作らなくていいって言ってるじゃん、拾って拾って拾って、俺そこ上がんの無理だから、いやもういいんじゃない、ここに置いとこ、いや置いとくはやめて、置いとくは拾っといて拾っといて、何してんの、ごめんごめん、本当によ、違うんだ、見せ場作ろうとしてるでしょ、見せ場じゃない、見せ場じゃなくて、本当に花いるんすか、花は、花いらないけど、花いらないでしょ、花はいらない、いやちょ、僕だけでやっときますわ、もう本当ごめんなさい、本当に違う、絶対ボンさん今のわざとね、わざとじゃない、わざととかむずいでしょ、今のは、今のは上空 700m から一気に急降下して急降下ではないから、っっ急降下ではないから、一応エリトラで横からシューって動くこと来たんだけどな、本当、これサリーちゃんって名前、はい、さっき思い出しました、え、忘れてたんすか、サリーちゃん、いつもお世話になってるのに、正直悪っ、最初聞いたとき、はい、何言ってんだろう、サリーちゃん知らない人のために一応解説すると、ここの上でエンダーマンの、あ、びっくりした、エンダーマン の、 あのおとりになってくれてる、そう、いいね、サリーちゃんです、なエンダーマイト、エンダーマイトか、エンダーマイトって生き物いるんですよね、はい、ここ広げれば広げるほどエンダーマンがまた、ね、枠数がそう落ちてきやすくなるんで、いや、いい沖だな、何はなんか、いい、逆にバカに、いやいや、バカにしてるでしょ、俺なんかもうそこまでたどり着けなかったもん俺はそれはそうよ、そこまで、それは間違いない、それ事実、だってだってだって事実ですよ、ボンさん、それはだってだって、じゃあまるっと一周、ナイス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 、あといるのない、特に土とかいらない、いらないですね、よし、じゃあここの花たちはここに置いて帰ろう、よかった、じゃあ僕も帰りますね、無事でよかった、え、それ僕の話ですよね、そうそうそう、まあ、確かに奈落だったらね、もうそのままボンさんエリトラロストしてましたから、そう危なかった、あ、おかえりなさい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 、すいません、すいません、いや、ボンさんのこれ、鶴橋ボンさんの、鶴橋、僕の鶴橋とエリトラ、エリトラ、はい、まあ、あとはもう、あとはいらない、あとはタラとかでしょ、タラ、タラじゃ、タラあげ、タラ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 、あざっす、いやー、今日はまたドラマチックでしたな、助かった、はい、ということで、じゃあ本日のね、動画こんな感じで終わりたいと思うんですけれども、まあ、エンダーマントラップに10連ゴミ箱を設置して、はい、さらにはあのエンダーマンのねあの脇巣を広げるという、いやー仕事したなー、こういうのが大事、え、今日仕事したなー、ボンさん今日マジで何もしてない10連作ったのも全部私だしはい、はい、ボンさん死んだだけだから、ガラス作ったのガラス作ってね、ガラス作ったくらい
しかも別に持ってるわけじゃなくてそこら辺の壁削ってね、壁削ってから、というところで、ね、はい、じゃあ本日のね動画こんな感じで終わりたいと思うんですが、ドズボンのマインクラフト実況毎日更新でお送りしておりますので、ぜひともね他の動画もチェックよろしくお願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。また大原弁に変われって言われちゃう大原弁がいい、大原弁がいいって言われちゃう。これ次回チンチラピカピカピカ。